はい、じゃあ続けてやります。デメントです。よろしくお願いします。書斎の鍵、机の引き出しなんですね。じゃあ行きましょうか。まあ、ヒューイがいないのは、まあ、いつものことなので、構わず行きましょう。で、基本的に何かすると何か起こる。こちらにね、不都合なことが結構簡単に起こってくる。あ、これ、ダメだ。あれ、これなんか光ってんだっけ？光ってんだけど、ヒューイがいねえんだよな、また。基本的にね、ヒューイがマジで消えるんで、電源をね、入れ直すと。また足音怖えんだよな。こんなになんか処理怪しかったかな。処理落ちしてる気がするんだよな。こっちの問題かな。結構心配だな。まあでも動 おっと、バグして。まあ動けばいいか。あまり考えすぎるのはよく、こういう時どうすればいいのかな。こうレスポンス悪いですよね、ヒューイの。死ぬかもしれないけど。穴から声が聞こえてくる。もうやりますね。覗くな、覗くな。ばっかじゃない。 なんで手伸ばしてんの？手引っ張る。まあ、そうはね。 そうなるだろう。殴り書きされたメモで、このゲーム、こういう場面、スタートボタンとかメニュー開かないと時止まらないんですよね。多分人間のね、時が止まらない気がするんですよ。ふわふわしてる浮遊体の時は止まるんですけど、動きは止まるんだけどね。ビスクドラあるから、どれだ？あ、これか。殴り書きされたメモ。怖い。正門は塞がれていたか。リカルトのやつだ。だが案ずるな。この城にはもう一つ出口がある。このベリー城を抜けた先に旧館がある。そこから外に出られるはずだ。旧館に行くための手順をこれから示しておく。お、吊り橋で渡った塔の1階に丸い2つの機械がある。昇降機、ああ、なんかあったね。光を部屋の奥にある壁に当てろ。おお、ゼルダ感ありますね。さすれば道ができる。礼拝堂への道。そこで女神より鍵を受け取れ。また鍵か。で、光は音楽塔の2階から運べ。あったね。3つの昇降機の角度を調整して。フィオナ、お前をここから助け出したい。ロレンツォ。ロレンツォって一番偉い人だっけ？おっと。でもさ、ロレンツォは、なんだっけ、フィオナのお腹を大きくしたい人なんじゃないですかね。それとこれとはまたちょっと違うのかな。ここは書斎じゃないんだよね。なので、この子賢いからね、ヒューイは。どういう動きになっても、まあ、構わず、やってくれると思うんだけど、一応、あれかな、ヒューイを連れ回した方がいいのかな。だとすると、動く手順としてはどうだ？ちょっと、もう頭がこんがらがってきちゃった。あれ、こことかだっけ？あ、こっちか。
そう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 、コメントもいただいてたんですけど、ここ操作性がね、若干ほんの少し悪いんですよね、こういうところ。セーブはまあまだ6分だから大丈夫だよね。結構ね、これはあの喋ってると敵のね足音が聞こえないんで怖いんですよね。で、あのヒューイの足音がするじゃないですか。まあカツ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 ね、音鳴らしてるから、違いは違いとしてこっちだな、違いとしてわかるんですけど、それはそれでまた怖いっていうね。あのノシノシ来た時の恐怖感で、こうやって喋ってる時に同じタイミングでね、ノシノシ来られると全然聞こえないんで、まあ不自然にちょっと止まったり、まあ、俺がね黙ったりする時がね、あー、あー上から来たか、どうしようかな。そしたらヒューイ、こういう時にヒューイいないじゃん、どうすんのっていう話なんですよね。これぐるぐる回れるんだっけ。あ、一周できねえや。ヒューイいる？ヒューイ来ねえしさ。おっ、ゴーヒューイってやってくれない。ちょ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 、どういうか、ちょ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 、ヒューイヒューイ、よし、やってるやってるやってる、あとはお任せするしかない。よし、あれ早く逃げないと、どういうこと、隠れられなかったんだけど。ああ、そういうのもあるのか。マイダーリンじゃないんだよ。ちょっとヒューイ、ヒューイちょっと戦ってくんねえかな、マジで。多分これ飛んでくる。ああ、鍵じゃないや、扉閉まってるわ。あ、閉まってねえや。ああ、これそりゃまずい。ヒューイ、頼むよヒューイ、戦ってくれ。マイダーリン、やべえやべえ。ヒューイ、あれかな、向こう、やっぱこっち向いてないとダメなのか。よし、ゴー、頼むでヒューイ。やったのかな。はい、じゃあここもね、ハイドロインポイントなので一回ハイドロインしましょう。まあ、いくら知能がないとはいえ絶対見つかると思うんだけどね。おお、やばい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 、まだ9分だぞ。よし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 、お、そこにはいないでしょっていう。あー、でもなんかこういう、あ、地段だを踏んでいく。どうなんだろうね、ノーエネミー。俺ね、基本的に信用してないんですよね、やっぱこういうホラーゲームなんで。ノーエネミーって言ったじゃんっていうね。ちょっとノーエネミーだったら、そのノーエネミーに責任取ってほしいですよね。Come on. よし、言葉に責任はね必要ですからね、やっぱり。水飲んでリカバリしましょう。 OK。 このリカバリーポイント他にもいる、いくつかあるんですかね。俺はここしかまだわからないですけど、ここ書斎じゃない、ここ料理室、調理室。俺どっから来たんだっけ。こっちでいいのかな、ヒューイ、ちょっと来てね。こっちでいいんだよね。結構ね、ぐる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 追っかけ回されてる割にやっぱ全然俺覚えてないなっていうのがありますね。で、やっぱランニングし続けると疲れる、まあ、ピオナが疲れるというか、追っかけられるっていう時点で多分精神的な負担とか、ね、やっぱ体力の負担とかあるんだろうな。書斎はどこだったかな、ここかな、うん、ここですね。基本的に開けたら開けっぱなしになってるんで、そこはもう信用しましょう、基本的には。さあ、どこだっけ、ここかな、これじゃない、どこだっけ、
ここか。鍵、鍵。おそらくここの中にレンズの一つや二つが入ってんじゃないかと思うんだが、来た、反射鏡。アイテム取ったら敵が出る。足音は今した？ヒューイの足音か？そうだね。まあ書斎出たらあれが出てくんのもまたおかしな話だよね。ん？どっから？やっべ。どうしよう。キュウリそこで待ってな。とりあえず。俺がもうなんとかハイドインするしかない。あの男はあれかな、もっと突っ込んでくるかな、飛び降りてくる可能性もあるからな。こうやってぐるっとね、多分大きく回ったりして距離空ければ大丈夫だと思うんだよね。にしてもやっぱ怖い、怖いな。で、どこ行きゃいいんだっけ？ちょっとプリケツゴーレムが怖すぎる。で、またここに帰ってくるのか。あのふわふわがちょっとどこかに、あ、やべ。そう、こういうとこだよね、危ないのって。お、ヒューイ、すまんな。ぐるぐる言ってる？うわ、やべ。やっぱね、ビクッとする。ちょっとヒューイ、どれくれ。あ、また道間違えちゃった。おお。あ、これダメなんだ。よしよしよし。基本的にね、こう、戦闘できないんでね、我々は。ここはダメなんだね。そしたら、まあ、ハイドインがここでできるかどうかだが、あ、もう隠れなくてもいいと。まあ、いった感じか。これが怖いんだよね。やっぱ鉢合わせしちゃうっていうのは相当、まああるよねっていう。実際こんだけこうカメラの切り替わるタイミングが多ければ、いや、おなしにね、ダメージ負ったっけ、殴られたっけ。フィオナの様子からちょっと察するしかないんだけど、多分大丈夫だよね。一応ヒューイを呼んどいていきましょうか。この反射鏡を使えば、まあ、何かイベントは起こせると思うので、今回それをやって終わりにできるだろう。いやー、それにしてもやっぱ怖えよ、やっぱり。何が起こるかやっぱ分かんねえっていうのはなかなか厳しいよな。あ、そうだ、ここの穴ね、ちょっと入ってみてよっていうコメントいただいてたんで、セーブして一回入ってみようか。多分落下するだけだと思うんですけど、落下して俺はなんか手痛いダメージを受けるだけ僕感じるんですよね。あ、やっぱフィオナ疲れてんな。ハイドインをしたとこで、まあ、多分無理だよね。その疲れは取れないと思うんで、まあ、歩いて休む必要があるのかな。まああとはなんかあるとしたら電源入れ直すっていうね、補足な手段で、まあ、行くしかないと思うんですけど、ここ確か内鍵外して、あ、ここなんだっけ、なんか結構いろんなところがかなりつながってきているはずなんだけど、
頭の中がね、全然、ダメなんだよね。すんません。すんません、すんません。で、赤いところは多分、今やろうとしてる。びっくりした、今。なんだ、今。あ、これか。これがね、今、人に見えて、言葉を失ったよ。じゃあ、ここ入るよ。あ、あれ？知らぬ部屋だ。なんか書かれてる。バリアティオマキナ。メダリオンを投じることで、それを別のものへと変換する。編成する。あ、錬金術か。白、赤、緑、青。主に、白は主に人間に使用するためのもの。赤はアンチモン、もしくはマグネシア。緑はメダリオンの再構成。金属加工物。ビオラは、ウィオラか。青はジャーキー。ペルペットゥムマキナ。持ち主に反応してアンチモンとマグネシアを生み出す。身を守る術をなくした場合はここに来るがよい。ベリ。ここアンチっすか。完全アンチ。あ、アンチもマグネシア石。もう何も置いてないわ。うん。ベリは仲間？味方ってことなのかな。チェストって前も言った気がする。じゃあそのメダリオンを。なんだっけ、メダリオンがなんか物を作るんで、ウィオラメダリオンは犬系で使うっつったっけ。そうだよね、犬アイテム系。ああ、メダリオン。でも俺のさ、犬じゃねえや、その色がついてないんだけど、青メダリオンは必ずウィオラメ、ああウィオラメダリオン、あるそのための色のことなのか、ウィオラって。じゃあこのアルブムとルブルムとウィリデのメダリオンっていうのはどういう判断になってんだ。うっそ、ガチャ。おっ、勝手に決まっちゃったんだこれ。え、あ、ちょっと外れちゃってんだけど。おう、中は空っぽだわ。え、スロットセダティオ、セダティオって何。メダリオンを生成した錬成物、どんな効果があるんだろう。うっそ、使わなきゃ分かんない。こんなもん使えねえじゃん。レクレアティオ。お、2つ。ああ、空っぽ。ムーンです。デビルメイクラのボスですね。マグネシア石。エスカ。ジャーキーではないのか。空っぽ。難しいなあ。グッボーイ。あ、ヒューイは入ってこれないのか。ここで体力回復とかを測ってもいいのかもしれないですね。こんなわけのわかんないものをね、ヒューイや、その、自分に、ヒョーナに、口の中にこう流し込むっていうのは、なかなかこう勇気のいる。あ、びっくりした。怖いなあ、もうやっぱりこれ。いつか、あれだぜ、多分。敵立ってるよ、俺の目の前に。で、俺の心停止待ったなしの可能性あるからな。まあ、あとはヒューイのね、表情というか、雰囲気を
まあ、感じ取る必要もあるよね。うう言ってれば多分敵がね近いことは絶対確率なんで。何分？21分。あー21分か。ちょっと欲張りたいな。反射板やるだけなんでね。敵がね出てきたら逃げるけど、反射板いじくり回すだけだったら、あの俺がやるよ、なんとかして。いけるか。そこはいけんじゃないか、もしかして。ん？いや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 、ちょっと待って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 、そうじゃないでしょ。ここ結構向いてる方向がね、ガチでシビアっぽいんだよね。もしくはあら届かないわとか、ないのかな。結構ね、何にもないとこでもやってみてっていうコメントもねいただいてるんですけど、ちょっとできないものはできない、しょうがない。こちらから行っていいものなのかちょっとわからないけど、まあ、謎解く分にはどこからやっても問題ないでしょう。多分追っかけ回されることは多分な、ここはね多分ないと思うんで、謎解きパート完全無敵エリアみたいなものは複数あると思うんですよね。多分ここちょっと難しい。よし、で確かここが壊れてんだよね。ちょ怖いなこれ。反射板、反射鏡、綺麗だね。でさらにこれを動かしたい。お、ああ時間にならないと光らないのか。こういう仕掛けってできんのかな実際。イベント始まった。やったぜ柱時計さん、いつもありがとうございます。ここは、あここで下に行くから、ロケットのスペースシャトルのところに多分行けるんだよねと俺は信じてるよ。